しゃいます。ピアノ西田仁。まあ、唯一真面目なのが、まあ、バンドマスターもやってくれる末の弟ですが、そういう子どもたちをこういうふうにしっかり育てて見守ってくれました。で今日はあの母のヘルパーの皆さんと一緒に、かぶりつきで来ておりますので、ちょっと一言、インタビューをしてみたいと思います。お母ちゃん聞こえてる聞こえてますか。ラミネーですよ。お母ちゃん、お母ちゃん心地よく寝ておられる。この歌とあのなんか家が三軒建てそうなノコギリの音とで起きへんというのもまたすごいですね。本当にいつもじゃんのありがとうございます。聞こえやすいように、あ、起きてますか。母ちゃんおい、
一応返事しております。ゆうに聞きますが、うちの母は何歳になったんでしたっけ？93に。ということで、100歳に向けて爆心中の波音のおかんでした。で、実はこの、ビリがカントリーやってるんですが、この神戸でカントリーずーっと、演奏に通わせていただいてたお店、岡本のシティライツっていうお店があるんですが、残念ながら道の拡張工事で、お店がなくなってしまったんですけれど、オーナーのマスターのブロンソン小林さんは演奏活動をずっと今も続けておられるんですね。今日はの会場にいらっしゃってくださっているので、ビリーと一緒にそのジョイントをちょっと聞かせていただきたいと思います。ブロンソン小林どうぞ。コバちゃんというニックネームでね、私たち呼ばせていただいておりますので、全員でちょっとコーバちゃんと呼んであげていただけますか。出やすいようにね。せーの、コーバちゃん。ということで、この後またビリーとコバちゃんとでジョイントで2曲ほど聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。コバちゃん本当ありがとうございます。よろしくお願いします。もう本格的やの、かっこいいですよね。135歳やそうです、ね、よろしくお願いします。まず初めにビリー殿堂入りおめでとうございます。いや、もうね、僕聞き出してると何でか聞いてね、びっくりしましてね。アメリカ人でもね、なかなか殿堂入りできないのでね、日本人でただ一人が殿堂入りしたのを聞きますが、本当にびっくりしました。昔市長でも遊んでました、何の打ち合わせもないんですけど。
Long time Kobayashi!